さっきアイロンしたんだけどあんま跳ねてない。こっちあんま跳ねないんだよねいつも。ね、え、寝起き、え、そんな髪ボサボサ？さっきアイロンしたんだけど。寝起きじゃないよ。え、さっきアイロンしたんだけど本当にちょ、前髪ボサボサだったけど、そんなボサボサ？本当にさっきアイロンした。ちょっとで跳ねさ、え、だからさっきしたんだってさっきしたんだって、今さっき。じゃ跳ねづらいんだよね。みんなしっかりやってないけど、配信するだけだからここまでしっかりはやってないけど、軽くアイロンした。あ、顔が眠そうってこと？顔眠そうなのいつものこといつも眠そうって言われる。二重幅広いからかな。声の感じがなんとなくいつもと違う？ちょっと違うかな、わかんない。耳かけてなくてもいいか、重いかな、いいか。寝起き、え、めっちゃ聞かれる。え、寝起きっぽい？全然違うけど。分かんない。つまりさやか白い服着てるからだから作ると部屋暑くなる。あつ、ん？部屋。お菓子作ると部屋暑くなる。お菓子作ると。いや変わん、うん、でもオーブンとか使ったらちょっと暑くなるのかな。わかんないな。わかんない。こうなんか火使うやつだったら、でもさ料理したりしたらさそこの部屋暑くなったりするじゃんキッチン。そのぐらいじゃない？料理するほどは熱くならないかも。そんな長時間ずっと火使うような料理あんまお菓子作んない。ちょっと今作りたいものがいっぱいあるんで作んなきゃ。賞味期限があるからそれまでに作んなきゃ何作る？プリンかな？とりあえずプリン作る。シャ
トン団子なんかあれなんか小学校小学校中学校いつだったか忘れたけど学校で作ったことある。おばらは作ったことないですね。おばらは食べたこともないかも。今日お菓子作ってない。昨日作った、昨日牛乳寒天牛乳寒天作った。プリンってゼラチン入れる、入れても作れるし入れなくても作れる。でも今度作りたいのは入れないやつ。この前は粉寒天寒天を入れて作ったんだけど、次はゼラチン入れずに作ろうと思って。オーブンで作る。オーブンで作ったことないんだよね、プリン。初めて作る。牛乳プリンも作ると思えば作るんじゃない。でもさ、私牛乳使わなきゃで、賞味期限なくて。使おうと思って。最初は、パンナコッタが作りたかったの。でも、生クリームが必要で、生クリームなくって。だから、諦めて牛乳寒天作った。クッキーと、クッキーは、たまに？そんな作んない？なんかよく作ってた時期もあったけど、最近も作ってないよ。何の方？何の方？パンナコッタ、そう、生クリーム必要だったからやめた。作ろうかと思ったんだけど、ゼラチンもあるし。かき、オーブン必要だね。オーブンあるから、オーブンレンジ両方いけるやつ。でも生クリームまた買わなきゃなんだよね。生クリームいや生クリームじゃなくてもいいけど、ホイップが欲しくて。いちごあんが今あるから、いちごのそれでなんか作りたいんだよね。白玉粉買って、お団子作っていちごあんの上に乗せたりとか、あとは生クリーム買ってきてクレープ生地作ってさ、それでなんかクレープ作ったり、クレープっぽくじゃないな、クレープだな、クレープ作ったり、あとはあれしたい、パイシート、パイ焼いてそこにイチゴを乗せる。生クリーム乗せてさ、生クリーム買おうとりあえずどうしようかな。自分で生クリーム当たってて作るか、もう出来上がったのを買うか。自分で作ったやつの方が好きなんだけど、自分で作ったちゃんと泡立ててさ作る生クリームの味好きだけど大変だもんなどうしようかな。生クリームとパイ生地と白玉粉買うか。でもそんな使えるかな、いちごは足りるかな。そんなに1個しか買ってないんだよな。いけるかな。まあでも買っとこうかな、白玉粉。またいつか使えそうだよね、わかんないけど。手が、あった生クリーム、なんかホイップ売ってない？もう箱から開けてすぐ絞れるみたいなやつあるじゃん、ホイップ。あれもいいけど甘いんだよな、あれ。パイシート、買おう。
ワイペしたよ。さっきした。2時間ぐらいやってたかも。あんまやってない。前に比べたら。今日投票もした。ちゃんとした。やっぱやったけどまだルーキーですね。あげたいけど、あげなきゃランク。ランクが、ランク1個上げたけど、でもまだルーキールーキーですね。そのもくりもどうしようかな。自分で泡立てる、あー迷うな迷うな、どうしようかな。でもそんな使わない気がするんだよな。今回トッピングで使うぐらいでしょ、生クリーム。出来上がったの買った方が良さそうだな。そんなにそっちの方が量が少ない。自分で作った方がいっぱいできるもんね。あのなんか泡立てるやつ、そっちの方が味は好きだけど、でもそんなたくさんいらないんだよな。出来上がったの買おうかな。味はそっちの方が好きだけど、出来上がったやつ買おうかなそっちの方が量少ないもんね。ミクリの手作りは大変。いや意外とほら、あそこまでだよ、そこまで。でもね、量がそんないらないんだよな。そんな大量にできるわけじゃないけど、でもトッピングで使うよぐらいだったらそこまでいらないから、出来上がったやつでいいかも。こんにちは。自分で泡立てるやつの方が好きだけど、こっちの方があんま甘くない。だけどさ、ちょっとな、量がそんないらない。シャカシャカするのが大変。あ、混ぜるのが、飲むクリーム、あれ入れたらいいんだよ。レモン果汁入れたら固まりやすくなる。そしたらすぐ泡立つ。他にも使う、いやでも いらないんだよね。そのトッピングでしかいらないから、うん、余っちゃうから。いやなんか作ってもいいけど、作ってもいいけどどうしようかな。その時の気分かな。買う時にどっちか決めるわ。うん。カシャカするやつなんて、カシャ混ぜるやつ、泡立て器？ハード的かな。え、なんか私はほとんど、そう、出来上がってるやつはキャップとかついてたりするからさ、そうなんだよね。まあ、自分で泡立てたやつも1日くらいだ、次の日とかまでだったら全然いけるけど、まあでもその買ってきたやつもだけどね、その早く使い切った方がいいけど、その保存の仕方がね、あれんだよな。あと量もちょっと多いから、自分で泡立ってるやつの方がどうしようかな。でも味はそっちの方が好きなんだよな。
あとなんか生クリームの感じも、え、なんて言うんだろう、こう出来上がってるやつはホイップって感じわかる、なんかホイップって感じ、自分で撮ってるやつは生クリームって感じ、なんかね、なんて言うんだろう、ちょっと違う、味優先でお願いしますでも食べないじゃんみんな食べるの私だから、私がなんかどっちかな、欲しい方か、その時にいいと思った方、ハンドミキサー買うつもり、今度まだ買ってない、ハンドミキサーとあれ買うと思って、なんか温度測るやつ、料理のさ温度あるじゃん、あれ持ってないんだよね、温度測るやつ、料理お菓子作るとき、料理作るときも使いたいですけど、お菓子作るときになんかレシピで温度のさ、こう何度にしてみたいなやつがあったりするけど、持ってないから測るやつ、それも買おうかな今度と思ってる。体温計は無理だねなんかどういうか、ね、チョコレートのお菓子とかかな、なんかそれ温度が大事なやつ、プレザートが作りやすいか、どう、あとそのハンドミキサー買おうかな、いつも使うレシピは、作るレシピあんまり温度、そういうのなんかあんま温度の指定がないやつをよく作るんだけど、持ってないからそれあったらさ、温度測るやつあったらいろいろ作れそうだから買おうかなって思ってる。ハンドミキサーね、ハンドミキサーは絶対にあった方がいいねメレンゲ作るときに、うん、オーブンにしてて、オーブンの余熱ぐらいしか知らなかった確かにオーブンのお店っても大事だね確かに、どんどんしてやるし、結構本格的なやつはしてやるね、本格的なやつ、ハンドミキサー便利だね、あった方が混ぜるの大変なやつ、メレンゲとか特にだね、あれちょっとで泡立てるのは大変メレンゲ、マカロン、マカロンも今度作りたいけど、マカロンはメレンゲ作らなきゃだから、ちょっとハンドミキサーないと無理だな、メレンゲを泡立てないとだから、今度買う、
ロンって一個ずつ色付け。うん、どういうこと？マカロンのあの生地？え、違うでしょ。多分生地自体に色付けてるみたいな感じでしょ。わかんないけど。あんまマカロンちゃんと作ったことないからな。生地に色付けて、それで絞っていくんでしょ。一個ずつじゃなくて。で、手に色付け、手で混ぜればね。手で混ぜなかったら手につかない。あのなんだっけあれ、マシュマロフォンダンとあのリボンでしょ。お前作ったケーキのリボン、あれはちょっと手で混ぜないと練るみたいな感じだから、だからすごい手ピンクでした。なんか手袋みたいにつければよかったんだけど、もう自分で食べるしいいやと思って、家族しか食べないし、人にあげるんだったらあれだけど、自分で食べる、自分と家族しか食べないからいいわと思って。あれめっちゃ大変だった。本なんともうなんかよっぽど作ろうって気にならない限りは作んないかも。あそこまでのサイズのちっちゃいのだったらいいかもだけど、めっちゃ大変なんだよねあれ。味めっちゃ甘いし大変綺麗に作るのが。手めっちゃベタベタになる。マシュマロだからね、ベタベタになる。焼きマシュマロ食べたことない、私。なんかよく見るやつでしょ、キャンプとかでするみたいなやつでしょ。やったことないんだよな、そもそもキャンプしたことない。しようとはあんま思わないけど、キャンプ。めっちゃ甘くて香ばしくて美味しい。一回食べてみたいんだけどな。でもマシュマロあんま買わないから。マシュマロやってみたい。家でやろうと思えばできるしね、焼きマシュマロとかね。やってみたい、いつか。買ったらすぐできるだろうけど。マシュマロ。マシュマロ買わないから。マシュマロ食べたいと思うことあんまないんだよな。だからマシュマロそんな買わなくてよな。マシュマロ今度いつかするわ。マシュマロ食べたいって思った時にマシュマロ買ってきて。トプレとかたこ焼き器あるよ、なんか両方ある。なんかプレート買えるやつでもでかいんだよね、家族で使う。めっちゃでかいホットプレート、プレート買えたらたこ焼きもできるしみたいなやつ。たまに使うそのホットプレート。家で焼肉したりとかたこ焼き作る。写真で焼きましたもん。無理だな、だってないもん、ここにコンロが。カセットコンロもないか、無理だ。カ
近くでよく焼肉、たまに焼肉してる。よくよくってほどはしてないけど、たまに、たまに。誰か友達とってこと？いや、友達とパーティーした記憶がないんだよね、私全然ないんだよね、タコパ以前にパーティーやらないんだよな。え、そもそも友達の家に行くこともないし、友達家にも入れないからだからねパーティーしない。タコパもやったことあるの、小学校の時に1回だけやったことある。その時なんかお誕生日会みたいなのが流行ってて、小学生の時に流行っててね、お誕生日会、誕生日の子の家でなんかいろんな食べ物パーティーみたいなのするみたいな。その時に私はねタコパやったの。そう、タコパやって、でもそれぐらいかな。ちょっともうやった記憶がないんだけど、それ以外で覚えてないですね。友達とパーティーとか全然しない。友達と遊んでも友達の家行ったりとかしなくって、なんか外でご飯食べたりとか、そんなロングにしないな。だってこの前切ったばっかだからな、さすがにしないですね、まだ。今日、え、そうなんだよね、誰かしらいるから、家族が家に、だから家に入れたくなくてだから入れて、あと自分の部屋があればいいんだけど、ないから。家に入れたらさ、リビングになんだけど友達呼ぶ感じなんだけど、でも誰かいるから、家族が絶対に。それがね、そう、自分の部屋もないし、だからね、あんま入れたくないんだよな友達と言うのもあんま行かないね。仲いい子いるけど全然家行ったことないうん、人のような気づか、まあ確かにそれはあるよ分かんない、あるあるか分かんないけど、自分の部屋ないからさ、なんか兄弟の部屋みたいな感じだから。え、ティーシャツシワシワ？これは、あ、今日出したさっき畳んであるシワはあるか。臭いね、うん、猫どこだっけ、
これこれなんかミヤオさんの筒子の時に、筒子じゃない、あの筒子じゃないけど、あれかコンサートの時に、ミヤオさんの最後のコンサートの時にいただいたやつ。ミオさんのやつ、これずっと持ってたんだけど着てなくて先出した着て、え、白だからさ、美味しそうで怖くてあんま着てなかったんだよね。でもなんとなく着てみた今日そう、なんか美味しそうだからえ、白の服着てる時に換気って思い出しだからさ、ちょっと汚さないしな。すごい。なんか、フォローしてた。なんだこれ。エフェクト。初めて見るやつ。ありがとう。カレーライス？やだよ、汚しそうじゃん。やだ。よく見たらシャシャではない。あ、よかった。よかった。黄色？なんで？黄色もあるけど、なんで？多分嫌いね。黄色。皆さんに最近会ってないかな。皆さん卒業してから会ってないかも私。一瞬ドライキャラけど出ないってさ、さあどうでしょう。わかんないんだけど、出るか出ないか知らないんだけど、え、どうなんだろう。そろそろ私も知るかな、教えても、連絡来るかな、どっち誰が出るか、出るか知らない超うち入ってるこの髪。
重いな。前回2日連続出たから、確かに出た。え、でも分かんない、次どうだろう。でも出る可能性もあるし、出ないかもしれないし。分かんない、出るか知らない、いつ出るの。次 B、どうだろうね、ちょっとわかんない二択わざ二択うんでしかないけど出るか出ないかどうでしょうね。私のポジション2人かな、今のところ。今のところ2人。うん、私とレミちゃん。分かんない分かんない次出るか、まあ、知ってても言わないけど知ってても言わないけど、分かんないな。知らない、まだ。言わないでしょ、それは発表前なのに言わないでしょ、ネタバレになっちゃうじゃん。言わないです。軽くに合わせて、無理だよ、知らないんだもん知ってたとしてもやんないけど、いや知らないんだもん、本当に出るか出ないか。知らない、本当に知らない。どっちだろうね、私も早く知りたいんだけど自分が出るか出ないか。じゃないです。うん、普段ジーパンあんま履かない。ジーパン一着しか持ってない。持っていくか持っていかないかってこと。声に作って作っていかないかも次もし B 公演出たとしても、いつだっけ次の B 公演出るか知らないけど、そもそも違うのしちゃった。どこだっけ次。6月3日、ゲストとしてもこの日はちょっと作んないか。あ、日曜日のお話し会に、あ、そういうこと。お話し会にも作る、お話し会終わって作りたいんだよないやでもいつ作ろう、土日で作りたいんだけど。
いつ焼こうかな、カヌレ。いつ焼こうかな。今の予定では土曜日に生地作って、2日かかるからカヌレ、半日寝かせないとだからさ、2日かけて大体いつも作るのね。半日か1日ぐらい寝かせて生地を。配信中に焼くのはちょっと大変だからやめとくわ。ここ行き来しないといけないからね、ちょっとカメラが。2日もかけないで作ることはできる。半日寝かせばいいから、朝起きて生地作って夜焼くみたいな。もうできるっちゃできるけど大変じゃん。大変じゃん。だからそう、作りたい前日にね生地作って、土曜日に生地を作って、日曜日にお話し会終わってからやろうと思ってるの。日曜日の朝に生地作ってもいいけど、ちょっと大変だから。準備もしなきゃだから、お話し会のだから大変だからやめとくわ。そう、半日以上寝かすから、そうだね、1日ぐらい生地寝かして作ろうかな。半日寝かせばいいけど。充電なくなった。すみません。シュークリーム作ったことないからわかんないな。でもなんかシュークリーム難しいみたいなのが聞いたことある。袋もないみたいな、なんか作ったことないけど。オーブンで焼く。カヌレ、カヌレオーブンで焼く。充電の減り、ショルームしてたら早いね、結構すぐなく。寝かさないとどんな感じ、寝かさないとサラサラな感じになるから、生地が。カヌレってさ、外カリカリ、なんていうん、外カリカリで中もちもちって感じ、そのもちもち感が出ない。確かだから、そのもちもち感が出ない、カヌレになるはず。作ったことないけど、寝かさずに。多分寝かせる時間なくしたらよりもちもち寝なのかな。ちょっとあんま分かんないんだよな。レシピなんて書いてあるっけ、いつも作る。レシピ見てみよう。カヌレ、分かんない。なんで充電すぐあれなんだろう。また充電の表示出てた。ショールームの消費が充電より早い。書いてるかな。多分もちもちになるはず。
かせる理由。休ませることで、うん、どこに、どこ行った。しっかりカヌレの生地はしっかりと休ませることでグルテンを落ち着かせることが重要。この工程によって入れてる時に生地が型から飛び出るのをすることができます。全然違ったわえ、そういうことかと思ってた。じゃあペシャペシャになるって書いちゃったんだよな。ちょっとは関係あんのかな。生地が型から飛び出るのをするらしい。寝かせるととろみのついた生地になるって書いてあるから。だからとれ、なんかね、焼いてると膨れ上がってきて、型から出るっていうか、なんか、なんていうの、膨れ上がるみたいな。そう感じになっちゃうんだよね。だから変なところで跡がついちゃうみたいな。その後戻るんだけど、膨れ上がって後で戻るんだけど縮むみたいななるんだけど、その型からさ取り出しちゃうと、その型のなんていうの、変な跡ができちゃうから、膨れ上がってそれがね、甘く、飛び出すってより膨れ上がるって感じ。全部出るだけじゃなくて、肩から膨れてみたいな、肩から出ちゃう上の部分が。からカヌレ作る、カヌレ最初に作ったのいつかな、だけ何年か前かな、はず覚えてないけど。生地が全部出るわけじゃない、違うそれはちょっとやばいそうはならないけど、あの上の部分がはみ出してくる感じ、この生地膨れ上がって詰まっちゃうんだよね。そう全部出るわけではないそうはならないけど、膨れ上がるみたいな感じになるんだよね、確か。うーんと、確かに混ぜすぎも書いてあるわ、レシピのところに。卵と粉を混ぜすぎない、混ぜすぎて膨れ上がってしまいます。でもカヌレ作ってる時めっちゃいい匂いするんだよねお菓子作ってる時の匂い好き、甘いあの匂い、焼き菓子作ってる時とか特に。混ぜすぎ、そう混ぜすぎもいけない。お菓子作りってなんかそういうの多い、混ぜすぎちゃいけないみたいな、難しいんだよね。でも混ぜるのが足りなかったら材料が混ざりきらないしみたいな、難しい。
そのあなんだろうスポンジケーキとか作るときそういうなんだっけ卵白泡立ててメレンゲ作って作るときとかそのメレンゲの泡を潰さないように混ぜるみたいなこうさっくり混ぜるけど混ぜすぎないみたいな難しいその加減が。あハンドミキサー使わない方がいいねその材料混ぜるだけだったら、どういうのかによるけどクリームとかだったらいいけどメレンゲクリームとかそこら辺はいいけど、普通の材料混ぜるだけだったら使わない方がいい。混ぜすぎたらいけない？その料理によるけどカヌレだったらふくれちゃう生地入ってる時にとかあとはなんかケーキとかのスポンジとかそういうのだったらふわっとさせたいやつ焼いた時ふわふわのやつとかだったらメレンゲその混ぜすぎちゃうとメレンゲ潰しちゃってせっかく泡立てたやつふわふわじゃなくなっちゃう。マカロンとかもだね混ぜすぎるとマカロンさちょっと膨らんでるじゃんあれが膨らまなかったり確かそんなのはずよくない。加減が難しいマカロンもでもちゃんと作ったことないんだよな一回作った時材料が少なすぎて失敗した。そっから作ってない。作りたいんだけどちょっとハンドミキサー買わないと作れないわ。何ミキサー？何ミキサーってこと？ハンドミキサー？手動のやつ？ん？手動？違う自動の電動のやつ手動のやつは違う逆電動のメーカーとかってこと？メーカーちょっと詳しくないからわかんないちょっとわかんないほんまどこがいいかとか知らない。ハンドミキサー今度買う必要だからねあった方が便利。そうでメレンゲを泡立てるのはちょっと大変そう腕すごい疲れそう腕つりそうめっちゃ疲れそうで半分きたっつったらものによるだろうけどそんな高くないのもありそう。まだ調べてないだんだん買おうと思ってるんだけどネットで買おうと思っててまだ調べてないかな分かんない。
それは高いのもあるだろうけど、そこまでしないのもありそう。多分一番好きなポテチ、あ、味、九州醤油だな。え、九州醤油のお菓子が一番好き。いろんな味出てるやつ。じゃがりこも九州醤油美味しいし、でもじゃがりこは他の味も美味しいんだよね。じゃがりこに関してはあれだけど、他のも美味しいから選べないけど、じゃがバター好き。あのずっとあるやつだったら。でもポテトチップスに関しては絶対に九州醤油。うん、九州醤油が美味しい。私片揚げポテトがすごい好きで、片揚げポテトの九州醤油、これがね美味しいんだよね。じゃがりこも、じゃがりこは無理。じゃがりこは無理、絶対買った方が美味しい。九州醤油甘い、そう、なんか甘い醤油、ちょっと甘い。え、本当に美味しいポテトチップスの九州醤油。あとあれもある、カッパエビせんもあるはず。九州醤油食べたことある？あれも美味しいけど、ポテトチップスは九州醤油一択ですね。他のも美味しいけど、でも好きなの、一番好きなのは絶対九州醤油。のり塩一択？うちのお母さんでものり塩だわ。のり塩が好き。私は絶対九州醤油。でも九州醤油ね、あの九州とかしか売ってない、九州とか、あとなんか山口とか九州に近いところしか売ってないんだよね、九州と。だからなんか食べようと思った時にさ、違うとこ行ったらないっていう。山口売ってた、山口とかなんかそこら辺売ってるイメージ。売ってるって聞いたことある。なんかじゃがりことかもなんか九州近いところ売ってるらしいよ、聞いただけだけど、あんま分かんない。あ、東京でも売ってる時あるの？分かんない分かんない、あんま。あ、物産展、そういうのあったのか、あるかも。そう、甘じょっぱい感じ、めっちゃ美味しい。私は片揚げポテトが好きだから、片揚げポテトの九州醤油が。九州醤油が好きなんだよ、普通の醤油より。醤油自体も、あ、なんか料理に使う醤油は別だけど、だろうけど、あの普通の醤油でいいだろうけど、あのなんていうの、お刺身とかさ食べるとき、冷ややっことかも、そういうなんか醤油かけて食べるやつつけてとか、まあ、九州醤油がいい。甘いんだよね。冷やっこも九州醤油をかけて食べるのが好き。豆腐もいろいろ種類あるよね。豆腐なんかあれ好き、なんかちょっとなんか味濃いやつ、濃厚なやつ。豆腐全国で売ってるか知らないけど、男前豆腐ってやつ、あれ美味しい。お母さんが買ってくる時々。じゃ九州だけなのかな、あれって。全国売ってんのかな、知らないけど、男前豆腐。知ってる？
あ、都内でも売ってる？あれ美味しいよね。ちょっと濃いじゃん、味が。あれめっちゃ美味しい。あれで冷ややっこする。卵豆腐も美味しいけど、でもそっちの普通の豆腐なんですかも。でも卵豆腐もたまに食べるよ。米豆腐でスンドゥブ、ああ良さそう。スンドゥブはあんまって家で食べないけど良さそう。男前の味が、なんかね、味が濃いんだよね男前豆腐。普通の豆腐よりちょっと濃い味、濃厚、美味しい。それがに砂糖、納豆に砂糖入れたことない。納豆はね、あ、どこだっけ、あれなんて納豆だっけ。なんかお母さんがねよく買ってくる納豆がすごい美味しいんだよね。なんてやつか知らないけど、なんだっけあれ、名前が分かんないんだよな。昆布のタレで、それがめっちゃ美味しいの。でもね、九州とかだけでしか売られてないはず。なんだっけあれ、名前がわかんないんだよな。出てこない。あった、元気納豆。こんな名前だった。前見た時九州、でも九州、九州って感じじゃない。なんだこれ、ど、わかんない、わかんない。昆布のタレのやつ、昆布だれ、黒いパッケージのやつで、なんか北海道のマークが載ってるやつ。これが美味しい、この納豆が。家で食べるのこれだけ。多分お母さんが好きなのかな。お母さんがこれ買って、他のとあんま食べない。お母さんが買ってくるから。九州に行ってるのは北海、多分九州。なんかね、前見た時にね、前、めっちゃ前、いつだっけな、配信で納豆の話になってさ、なんか九州だっけみたいな、違ったっけな。でも全国じゃなかった気がする、あんま覚えてないけど。覚えてない。これなんか北海道産昆布 100% って、だから多分北海道の昆布。これどこで、でも書いてないんだよな、売ってる地域みたいなところ。分かんないんだよな。ここの会社が九州の会社とか、どこだっけ、丸なんて書いてたっけ、丸金食品とかかな。
全然九州じゃなかったりして。あ、でも熊本の会社だ。九州なのかな、やっぱ九州だけで売ってるのかな、わかんないけど。ここの納豆が美味しい。うちの家はこれお母さんがこれ好きで買ってくる。前も納豆味買ったことない、多分食べたこともないかも。私からし入れないね、納豆。でもこの納豆からしついてなくってさ、からしついてるのもあるじゃん。そう、こんな豆返しついてないんだよね、だからいいでもなんかタレが2個ついてんの、なんか昆布だれとあれなんだろうな、なんかよくわかんないタレが2個ついててなんかよくわかんないけど2個タレが2個ついてる。からしじゃなくって、からしとタレじゃなくってタレが2個ついてる。昆布のタレとあとなんかよくわかんないタレが。2個入ってる。昆布のタレが美味しいんだね。両方入れるけど昆布のタレが美味しい。タレどちらから、え、わかんない、私は両方入れてる。好きな方入れてくださいみたいな、そうのかな、知らないけど両方入れてる。量かと多分合ってるよね、うん、量、まあ片っぽだけでもさそうだけど。あとに塩だし、私は入れたことないよ。でも確かに入れてもさそう。それ昆布なると昆布うまみたれ、あーなんかそんなやつだったわ、そうそうそう、うまみたれ、そのなんかよくわかんないって言ってた方そう、でもそんな豆が美味しい。あんま他の納豆たくさん食べたことあるわけじゃないけどそう、お母さんがもともと好きでその納豆で買ってきて、だから家で食べるのはその納豆一番。全国で売ってんのかな、あんまわかんないけど。味噌汁に納豆、味噌汁に納豆はやったことないけど、あ、ありなんじゃない。なめこの味噌汁とか好きだから、なめこもなんかネバネバしてるじゃん、ありなんじゃないやったことはないけどねわかんないけどまあ別々で食べそうだけど、な、まあまあなしではないんじゃん。そのなめこの味噌汁好き。
どうの薬味、薬味全然入れないよ、そのついてるタレしか入れない。あーもう入れないほか。キノコダメだけどナメコは好き。変わってるね。え、キノコダメなのにナメコはいけるの、珍しい。そしてだと1、ナメコが、え、でもナメコ以外も結構好きなんだよね。ナスとかも好き。ナス、ナスは結構どの料理も好き。ナス好き、ナス自体が。ナメコ、ナス、あとなんだろうな、あとは油揚げとかも好きでしょ。お麩とかも好きだし。え、豆腐は絶対入っててほしいし、あとあのもやしも美味しいし、結構な多いかも好きなの。お味噌汁、あ、確かに玉ねぎもいいね。玉ねぎも好きだわ。具がいっぱい入ってるお味噌汁がいい。あと里芋とか。里芋美味しくない？二種類里芋ありからしか。二種類里芋あり、里芋好き。豚汁ってさ、なんていうかに分からない。豚汁か豚汁。私豚汁なんだけど、でもお母さんは豚汁っていうの。私のお母さんも豚汁っていう。でもみんな家族はそれ以外の家族は豚汁っていう。お母さんが今日豚汁ねって言ったら、あ豚汁ねって言い直す。みんな。なんで豚汁でしょみたいな、いつも言われる。言い直す。豚汁だな、うち、私はお母さんは豚汁って言うけど。地方で違う、え、どうだろうね、でも家族の中で違うからな。どうでしょう。わかんないけど。そこはさ、豚汁って。お父さんどっちで言ってるかわかんないけど、兄弟みんな豚汁だな。お父さんはわかんない。食は豚汁が多い。あ、そうなの？全国は豚汁。うん、じゃあお母さんは豚汁って。兄弟は豚汁。お母さんも九州だね。お母さんもお父さんも九州。絆創膏の読み方かと。絆創膏は絆創膏だな。でも何言われても通じるけど、わかるけど。カットバンとかバンドエイド、あ、バンドエイドって呼んでる時もあった。でも絆創膏なんかその時によって違う時もある。バンドエイド、バンドエイドって言ってる時もあった、ちっちゃい頃。あそこだな。マクドはマック。マクドはあれじゃない？関西って感じがする。マックですね。マック。
西じゃない、マクド。リバセブンは言ったことないかも。パソコン。髪もこっち内側に入ってる。やだな。すぐこっちはさ、配信してる時多分ここにさ、机にさ肘ついちゃうからさ、ここが当たるのかな。でうちにすぐ入っちゃう。やだなぁ。やだなぁ。はい。いや、こっちは結構綺麗にね、アイロンもしやすい。右利きだからってのもあるかも。こっちはアイロンしやすいけど、こっちちょっとしづらい。で、ちょっと内入りやすい。むずっ。外羽にしてる。ウルフカットしてて、これ襟足があって、襟足ちょっと長いみたいな。だから外羽ね、襟足もストレートでもいいけど、内巻きとかでも。でもウルフは、私はここが外にない、外羽になってるのが好きだから、外羽いつも。で、上はほんのちょっと内巻きみたいな。もうちょっと内巻きにしても可愛いんだけど、ここのなんていう差ができて難しいんだよな。あんまくるんってなったけど、ほぼストレート。もう襟足金髪おしゃれ。ここ色違うの可愛いよね。おしゃれで、まだウルフ写真じゃない。そう、ちょっとまださ、扱いが分かってない。ここの髪をさ、どのぐらいかけるかとかもによってさ、多めに残すのも可愛いけど、ちょっとだけかけるのもありだけど、もっとかけるのと結構かけてもいいし、ちょっとまだね、扱い慣れてないんだよね。難しい。今はかけてない耳。寝癖はあんま、いっぱいついてる時もあるけど、そこまで。うん、50分早っ。ランキング多いか。ランキング13位からランキング回す。13位、としのりさん、ありがとうございます。12位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。11位、バトニーさん、ありがとうございます。10位、にゃんほそさん、ありがとうございます。と9位、あきひこさん、ありがとうございます。8位、ラスカールさん、ありがとうございます。7位、まるさん、ありがとうございます。6位、ほんこなるマットマーク、きょうかおいさん、ありがとうございます。5位、大野貴文さん、ありがとうございます。と4位、大間さとマーク015さん、ありがとうございます。次、3位、フロマンさん、ありがとうございます。と2位、ウドさん、ありがとうございます。そして1位がグランツアットマーク許可タムズさん、ありがとうございます。ありがとうございました。
ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。明日の話、明日も同じぐらいかな。今日と一緒ぐらいでやろうかな。今日で破眠できそうだったらやるけどって感じかな。破眠にできそうだったら破眠やりたいなって感じ。でも夜やる。もう寝るだけだからいっか。ここ羽むずい。内巻きだってあるの？内巻きでもいいのかな。でも分かんないんだよなウルフ。やったはいいけど外羽しか。内巻き外に羽出てた方が可愛い気がする。なんでその髪型ルフで襟足長いのが狼っぽいから拝ない。なんでだろうね、狼っぽい。でも私のやつはねちょっとナチュラルなやつだからそんなにがっつりじゃないからあれだけど、もう2週間ぐらい経つかな。2週間ぐらいかな多分。ナチュラル、そうナチュラルがっつりじゃない。なんかがっつりのやつはもっとなんていうの、ここの襟足とこの上の髪がもっとなんていうの、もっと差がある、なんていうのかな、こうこういう感じじゃなくて、なんかもっとなんていうの、襟足って感じ。説明下手くそすぎてわかんないかも。なんかそう。そうもっと個性的な感じになるけど。むずいわ説明、難しい。もっと襟足とはちょっと察して。あもう難しい。説明分かった今のでなんとなく。なんとなく分かったかな、伝わった。あもうそろそろ時間か。じゃあ明日も今日と同じぐらいの時間か。ちょっと早めにできそうだったら早めに始めようかな。じゃあまた明日の配信で。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。また明日。おやすみ。バイバイ。またね。おやすみ。バイバーイ。